すごいな。はい、お待たせいたしました。それではもう間もなくスタートいたします。伝統芸能猿回しモンキーショー、ぜひお近くでどうぞご覧になっていってください。はい、一回立って、一回立って、立つ、座る、二回目、気をつけ、気をつけさあ、それでは始めてまいります。ぜひ皆様10分15分のお付き合いよろしくお願いいたします。後ろ下がって前向いて、はい、さあ本日私たちはですね、日光猿軍団劇場からやってきました。お猿さんの名前ゆうくんと言いますね。7歳です。まあ、人間の年で21、もう今一番元気いっぱいなお年頃ですね。ぜひ名前だけでも覚えて書いてあげてください。はい、それでは本日ミカ&ユー顔分けをさせていただきます。最後まで頑張ります。応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではちょっとね、休憩いただいておりましたので、ウォーミングアップホテルはね、顔見せのご挨拶回りでございます。近く通りますが、触らないようにだけお気をつけください。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうも。はい、戻って、そうそうそう、はい、こんにちは。はい、どうも。はい、まだか、戻っておいで、ゆっ。もう少し感動とかリアクションとかね、何かいただきたいんですが、今ね、準備運動しながらお猿さんの世界でね、一番難しい芸をやってるんですが、気づいていただけてます？何をやってるか。ちょっと首をかしげてる方がいますね。二足歩行ですよ。いやいや、ゆうくん大変、あなたのこと猿って気づいてない方がいっぱいいるわ。ね、だから普段お猿さんがどうやって歩いてるかっていうのをちょっと皆さんに教えてあげて。嘘でしょ。全然歩いてないじゃん。今もほら来るとき手ついて歩いてたでしょ。いや、足は引きずってないと思うけど、手をつく意味が違うんだな。そうだな。ね、四足歩行だから、ね、はい、普段はこうやって、ね、手をついて歩いてますから、四足歩行だったお猿さん、一年かけて練習した成果が、立って、はい、歩けるようになったわけでございます。ね、ようやく拍手来たわよ、パラパラね。はい。もう最近のお客様、皆さんレベルが高いんです。猿が立ったぐらいじゃ全く驚いていただけない。でも皆さん冷静に考えてくださいね。山でこんな猿見かけたらびっくりするでしょ。立つのも芸なんだということを忘れてほしくないですね。よろしくお願いします。さあ、ウォーミングアップはここまでにしておきましょうか。じゃあ、ちょっと隣跳ねたりで盛り上げていきましょう。ジャンプ芸です。飛び込み前転。ね。さあ行きましょう。このハードルを、はい、飛んで、前転、ね。ありがとうございます。飛んだ後に前転っていうね。はい。もうすごいドヤ顔。さあ難易度上げていきます。すごいよ。ね、高さに挑戦ですよ。はい、じゃあゆうちゃん、助走を取って。ゆうくん、お膝に手つかないで。はい、助走を取ってきて。こっちだよね。ゆくん、お友達じゃないからね。はい、それでは行きましょう。二段目、頑張って。どうした？もっと自分に自信持って、行くよ。練習通り、よっ。いいジャンプ力。素晴らしい。どやー。いいよ。さあ、いよいよ一
番高いの行きますから。はい。ね、もうめちゃめちゃいいリアクション。ゆうかハッピーかもなくて。ね。ね、うん、だって、ね、もう本当にこれ高いんですよ。ゆうくんにとったら高いんですよ。ゆうくん。ね。もう皆さん、遠くで見てるからね。これなんとなく見比べた感じね。まあ確かにゆうくんよりちょっと高いかなって思うでしょ？ちょっとどころじゃないんです。ハードルの近くで見てください。わかります？約3倍。ね。相当高い。意外と受けたい。まあ冗談ですよ。はい、立って。あら。ね。まあ、もう約 1.5 倍はありますので、かなり難しい。だから皆さん成功できることだけを祈っててあげてくださいね。ただの猿でいかない。そうです。ただの猿で。ああ風が。向いてる方逆だな。どうせ向くなら前向いといて。前。ちょっと準備し直すから。ゆうくん。人間に見えないでも見えてるぞ。前向きなさい。前が逆です。こっち。そうです。そうです。それで待ってて。そう。お姉さんがいるもんね。後ろ振り返らない。あら、写真撮って。またあっち向いてんな。よし、行こう。さあ、それではお待たせしました。オープニング、縦三段。ゆうくん、紐絡まるよ。そうね。決まったら大きな拍手！ういどうした？わかるけど、ね、壁を乗り越えよう！はい！いいよし、さあこの調子のままでゆくいけるかな。得意芸頑張ります。玉乗り、いやもうこれ本当頑張りますよ。おお、はい、以上玉乗りご覧いただきました。乗りましたよね。ゆうくん、大人の方しか笑ってない。さあ、真面目に頑張ります。拍手のタイミング、今です。いや、もう練習してきましたからね、得意芸ですから。さあ、方向変えて、ゆ、こっちおいで。そう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 。さあ、ここからどんどん、レベルアップです。お猿会ではゆうくんしかやっていない芸でございます。皆様が上り調子でありますように。上り調子さあ、皆さんこんにちは。落ちなければクリア。ほら、まだ頑張れ、頑張れよ。いいよ、芸は本当にね、見ていただきたい。半年かけて練習してきた芸でございます。半年間の努力の成果をご覧いただきましょう。ごめんね。ただね、ちょっと最後頑張ろうかなとは思うんですけど、一つだけ皆様に大切なお願いをさせてください。私たち伝統芸能猿回し、こうやって皆様の前で一生懸命頑張ることができるのは、本当に皆様からの温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。本当にありがとうございます。さあ最後ですね、芸が終わったら、ゆうと一緒にザルを持ってお伺いします。ゆうくんすごかったわと、もう楽しかったよって思っていただいた分、どうか4つに折りたたんでから、笑える方だけ笑っていただいて、どうかゆうの頑張りをですね、形に変えてあげてください。よろしくお願いいたします。じゃあ、それではちょっと最後の芸は本当に失敗できない芸なので、すいません、ちょっとここで気合だけ入れさせてください。おお、来た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 。おお、気合入ってきた。最後、このもん来てたら来たって、とりゃー。
いい脱ぎっぷり。でもあんた脱いだはいいけど寒くないの？寒い。寒い。いいじゃない、気合その気合のままでお願いしますよ。さあ行きましょうか、集中してね。ラスト、あら、腰。どんな芸かは見てのお楽しみ。前向いて、そう、あら、はい、しっかり立って。そうだ、そうだ。さあ、見とれるのもわかるんですが、拍手での応援をどうか必要以上にお願いいたします。さあ、頑張りますよ。感謝の気持ちを込めて3秒間ゆっくり頑張ってよ、さかなちん。はい、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。それではお帰りの前にお会計タイムとなります。どうか温かいお気持ちよろしくお願いします。そして1000円500円といただいた方にはゆうくんではないお猿さんのポストカードです。あの志村動物園に出てた出雲くんのポストカードを持ってきましたので、ぜひお持ち帰りくださいね。本当に最後までありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ではゆうくん一緒に行きましょう。はい、まあなんと1枚ずつ大奮発、ありがとうございます。ありがとうございました。ゆっくり一緒についてきてください。